フィジカルモンスター、佐々木翔。この動画では、サンフレッチェ広島所属の佐々木翔選手の生い立ちについて紹介します。ぜひ最後まで、ご視聴よろしくお願いします。佐々木選手は、1989年10月2日生まれの現在32歳、身長176センチ、体重70キロの選手です。神奈川県座間市で、イギリス人の父と日本人の母の間に生まれた佐々木選手は、 幼稚園時代からサッカーを始め小学3年生から横浜 F マリノスアカデミーへ入団しました横浜 F マリノスジュニアユース同期に水沼浩太選手などがいます高校は神奈川県立城山高等学校へ進学家庭の経済状態を考えサッカー選手の道を諦め高校2年の時専門学校に進学して自動車整備校になろうとしましたが母親からお金は準備している 大学に行きなさいと言われ神奈川大学へ進学大学1年から左サイドバックとして試合出場を重ね大学3年からはボランチサイドハーフ関東大学選抜に選ばれた際にはセンターバックと幅広く起用されました関東大学サッカーリーグ戦において4年間最多出場選手として関東大学サッカー連盟表彰を受けています2012年ヴァンフォーレ甲府に入団 入団1年目から左サイドバックのレギュラーに定着しヴァンフォーレ甲府の J2 初優勝に貢献しました3年目の2014年には副キャプテンに就任引き続き3バックの一角で起用されました守備時の空中戦の勝率は高く2013年2014年の J1 において2年連続でトップ3入りをしています2015年サンフレッチェ広島へ完全移籍移籍1年目は レギュラーの座をつかめませんでしたが2016年はリーグ開幕戦から左ストッパーのレギュラーを勝ち取り活躍を続けていましたが2016年3月20日第3節のオーミアールディジャ戦で右膝前十字じ帯断裂の大怪我を負ってしまいました復帰に向けてリハビリを行っていましたが手術から7ヶ月後のメンバー外の練習に混ざっていた際に再び右膝のじ帯を痛めてしまいました 過酷なリハビリを経て佐々木選手がピッチに戻ったのは約2年後の2018年の J1 開幕戦でした怪我から完全復活した佐々木選手はリーグ戦34試合に先発打ち33試合はフル出場 J1 でボール出しトップの数字をマークするなど J リーグ優秀選手賞にも選ばれ日本代表に初選出されました今シーズンも好調のサンフレッチェ広島を後方から支えています 空中戦に強く、フィジカルが強い佐々木翔選手。今後の活躍を期待しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。